秋田ホテルは、秋田県秋田市にある、シティホテルである。秋田駅前の再開発ビルである、秋田中央ビルディングに入り、秋田ホテル株式会社が運営する。秋田駅前は、戦後間もなく、バラック建ての商店街、金座街が形成され発展したが、愛路や雑然としていたため、防災上や美観さらには、都市機能の観点からの問題が指摘されていた。このため、 1974年3月、秋田市によって、秋田駅前市街地再開発事業基本計画が策定され、市街地再開発事業における都市計画が決定した。これを受け、地区の中核施設とすべく旧仙台高等裁判所、秋田支部跡地に建てられた秋田中央ビルディングに、1984年5月、日本ビューホテルグループの秋田県初出店のホテルとして開業した。 2019年6月、トリップアドバイザーの選ぶエクセレンス認証を受けた。2021年4月30日、日本ビューホテルからホテルやスキー場の運営を手掛けるアビラに事業譲とされ、同日付けで秋田ホテルに解消し、5月24日、アビラが英国系の大手ホテルチェーンアイホング a n a a ホテルズグループジャパンと運営受託契約と結んだと発表した。 これに伴い、12月に、名称は、ANA クラウンプラザホテル秋田に再度改められ、2022年冬までに、フロント、客室は全面的に刷新され、レストラン、宴会場も部分的に改装される。工事中も営業は継続する。チャペル教式場や、親善教式場の結婚式場、宴会場、レストラン、バー、トレーニングジム、サウナ、 スパなどの施設を持つ大型シティホテルであり、高層階からは、秋田駅をはじめ、太平山地の手法である、太平山や久保田城の本丸、二の丸跡地に整備された、市秋公園など市内を眺めることができる。ありがとうございます。